ピカ。ピカチュウ。ピカチュウね。はい、よろしくお願いします。で、お兄さん質問があるんですけど、うん、はい、これ何ですか？リンゴです。うわー、でき。マシカリンゴ。リンゴです。はい、リンゴありがとうございます。ね、あんまり絵が上手じゃないので、私は。で、うまいよ。わ、優しい。今回ですね、これこれコロコロしてる音拾っちゃうから。はーい。ごめんね。で、今回ですね、その何番目も覚えてほしいとこなんですが、お兄さん、苦手なとこ質問します。うん、いいですか。リンゴ並んでますね、うん、何個あります？5個、あ、6個だ。6個ね、6個6個並んでるんですけど、ちょっと下はちょっと無視して、まだないと思って上だけやるから、お兄さん、うん、こことここ、うん、どっちが右だ？あ、オッケーオッケー、できた。そうです、こっちが右ですね。右ってことはこっちが左。そうです、左と。今回のなし。まあ上下って分かってるけど、まあ、右左はね、本当に小学校生とか中2年生とかになっても結構間違いやすいのでね、まあしっかり覚えておいてください。なし。で、問題です。今回の問題なんですけど、今リンゴが並んでます。はい。いいですか？ちょっと問題書きますね。もう、ん？あれ違った。ひた、り、か、ら、に、さん、三個。って書きました、うん、で、もう一個書きます、下もね、うん、左から3個取ったらね、ちょっとあえて大きく書きましたけど、これが入ります。下は3個目、うん、問題です。上からね、先にリンゴが並んでます。左から3個リンゴを塗ってください、はい、っていう問題があります、うん、でやってみる？いいよ。大丈夫。いい。じゃあどこ塗るか言って。左から3個、この問題。左から3個リンゴを塗ってほしいの。どこ塗ればいい？あ、やる？いいよ。はい。で、なんか、これだけ？それともここ3つ全部？そう。3つ全部、そうです。ちょっと、あ、ごめんね。軽く塗っちゃうけど。映ってるかな？見えるか？こう。ん？これも？うん。ここまで？ちょっと待って。大丈夫かなって、こう、ああ、映んないようにしてくれてるのか、うん、できる子だな、本当に。ありがとうございます。これで映んないように。そうね、ありがとう。じゃあこれ今書いてくれました。で、もう一個、うん、いい、次、下のね、左から3個目のリンゴに色を塗ってくださいって言われたらどれ塗ります？わかる？左から3個目のリンゴに色を塗ってほしい。いいよ、これだけ？それとも3つ全部？これだけ。お、すごいね。実は今回これ教えたことないんだよね。初めてやるんだよね。一回もやってなくって、まあ、普通に間違ってもいいかなと思って今問題作ったんだけど、正解です。すげえ。普通にちょっと感心してしまった。できた。そうですね。これがすごく大事。目が入ると入らないやつです。今まではずっと左から3個塗ってねとか、ここ全部ね。3個。左から1、2、3個なんで、ここ全部。塗ることになるんだけど、うん、3個目がつくと順番の何番目になる。つまりこれ映ってんのかな、1、2、3個目、ここだけのことを言ってます。あのさ、うん、な、1個食べてねだったらさ、うん、の1個がつくから左から3個塗るっていう意味になるけど、うん、あの左から3個目ってなるとさ、うんうん、なんだっけ、さ、左から 3個だったらさ、うん、あの全部書いちゃうけど、 目がつくとさ、うん、1、2、3のところになるから。そうそうそう、っていう感じで、これがまず分かるじゃんか、今分かったじゃんか。で、ちょっと難しい問題出して1個だけ、今じゃあここね、リンゴが6個並んでるわけよ。で、実はこれ全部パパのリンゴじゃありません。パパのリンゴはこの今塗ったこれです。これがパパのです。でね、これがパパのリンゴで、今からお兄さんにこれ食べていいよって。でもその時に今左から3個目って言ったらこれだったじゃんか。
でも違う言い方もできます。どう言うか、右から4番目。あ、そう、まあ OK、 番目でもいい。今回個にしちゃったんだけどね。そうです、右からっていう時は1,2,3,4 になるので、右から4個目、まあ、4番目っていうこともできる、うん、これが何番目の勉強、うん、OK。 ちょっとだけ問題やっていきましょう。ということで、スイカありがとうございました。じゃあ今ですね、6個の、まあ、6種類の果物が並んでおります。はい、で、まあ、ちょっと復習になるんですけど、うん、さっき左と右確認したじゃないですか。うん、ありますよね。どっちが左、うん、左。OK です。こっちが一応書いておこうか。あ、ちょっと、書きにくい、遠いと。左ですね。で、こっちが、右。右。ちょっと火が変になっちゃった。で、今左右やったので、じゃあ口で問題出します。いいですか。で、ちょっと答えてって言うまで待ってて。はい。つくよ。6個の、6種類の果物並んでるんですが、右から2番目の果物は何ですか？ 3,2,1、どうぞ。バナナ。そうです。右から2番目だから1、2になります。大丈夫？じゃあ、ここでですね、ビッカーが登場するわけなんですけど、お兄さん先生、ん、お兄さん先生、な、何ですか、僕に問題出してっぴ、うん、ということで、ちょっとパパ、今パパが問題出したみたいな感じで、ピカチュウに問題出してみ、自分で、うん、どうぞ。左から3番目のものは何かと、うん、ピースイカッピーピンポーン。じゃあもう一問。あとじゃあ2問出したら終わろっか。はい。じゃあ右から1番目。右から1番目。いちごピーピンピンポーン。マジで物前のクオリティがひどい。じゃあ最後いいよ。最後どうぞ。じゃあ右から3番目。スイカピー。ん？ブ？ピー。ピー。右から何番目ピー。3番目。ピー。ピー。ピー。ブロッピー。ピンポン。マジこれ動画で公開していいのかな。まあ、っていう感じでですね、お兄さんによくやるんだよね、問題作って出してってパパに。これは非常に有効です。これちょっと保護者の方向けに喋ってますけど、簡単な問題だからこそ、問題の出し合いっことかをすると非常にいいかなと思います。で、結構こう人形とか使うのをね、あまりこう、なんだろう、子供っぽいっていう風に感じるかもしれないですけど、子供が興味持つものであれば、子供に幼すぎるってことはないと思いますので、ぜひね、使ってもらえたらと思います。企画どうもでした。ありがとう。大丈夫、はい、という感じで今回はね、何番目の勉強でございました。大丈夫ですか？大丈夫。じゃあ、ひとまず、終わりたいと思います。はい。眠そう。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。果物って 何がある？嫌い、いっぱい嫌いもある。そうね、果物嫌いだもんね、うん、いいよ、嫌いでもいいや。メロン、スイカ、パパイヤ。ちょっと待って、メロンか、待って、うん、メロン、パパイヤは嫌い。メロンってさ、うん、林って、これメロンに見える？見える。本当やった、すっごい見える。優しく。パパイは分かんない。パパイじゃ分からんわ。メロンと、さっきリンゴ、スイカか、スイカ、スイカ、待って、うん、じゃあリンゴにも、なんか、リンゴちょっと大きくしちゃうね。あれ、スイカを描いてみるとさ、うん、俺はいつもね、ここに描く。これさ、ちょっとね、もうちょっとさ、並べたかったんで、ちょっと上に書いてもらっていい？うん、そのまま使うわ、動画で使ってもいい？いいよ、うん、
それ金も取ってたかな。何があるかな。バナナとか。ああ、バナナか。バナナ。バナナ。おいや、いや、おじゃない。これは。いい感じだ。ほんと？うん。で、ここに。ひどい。もしかしたら、それがこう書いてた方が良かったかな。なあ、いいよ、いいよ。大丈夫。じゃあ、あと。大好きな、いちごが。あ、いちご。いちごってさ、種いっぱいあるよね。いちご？いちごいいね。本当。